んまり食べてもそんなに太らないから、まあまああんまり食べ過ぎるともちろん太るんですけど、1日ぐらいわーって食べても急激に太ることはないから、焼肉の時はいっぱい食べたいみたいな。体重いくつ？46キロ。まあでも夏は46ぐらいなんだけど、まあね、なんかもうちょっとずつね上下はありますよ。冬とかになるとちょっと増えて、で夏になるとあの自然と痩せて戻るみたいな。だから冬はもうちょいあるかなって感じ。 2,3 キロ増える。で 2,3 キロ増えると5キロ落としたくなるっていうそうなの。増えた分落とせばいいじゃん。いや、もっと落としたくなるのよ。自分43軽っ。でもいいな、そのぐらいになってみたいわ。適正体重だったら50キロ超えないと、私たちの身長だと適正体重多分55、6キロだよ。適正っていうか平均体重。まあ平均は平均だからね。適正50超えるのってかなり身長高い。いや、そんなことないよ、そんなことないよ。 BPM とかで見ると全然だよ。160センチぐらい、私ぐらいだね。だったら全然50キロ超えてくるよ。適正というか平均というかは。あ、BPM テンポになっちゃった速さの単位だわそれ音ゲーかなでも実際は、ね、体重がどんなに軽くても、あの丸く見える人は丸いし、体重がどんなに重くても筋肉ある人は細いから、だからね、実際体重じゃなくてね、見た目だよねって思う。同じね体重の人でも筋肉量がある人はめっちゃ細く見えるから、だから見た目が細ければ何でもいいと思ってる。結構プランクとかやってんじゃない？毎日やってるよ。もう1分とかは余裕。プランク結構きつい。まあ1分は全然できるな。1分結構大変だった。いや、余裕かな。毎日トレーニングしてない毎日トレーニングしてるわけじゃないけど、なんか慣れればできるよ。1年以上やってる。いや、もう3年ぐらいやってんじゃない歌のレッスンし始めてからだから3年ぐらいやってる。